よっしょよっしょよっしょはいえーと1回目のですねメープルシロップメープルウォーターの方ですね最終、えー、しに来てからですね、えー、また2日が経ちました、えー、実はですね前回なんですけどもフタヤカエとクルミの方にあのー、パイプを突っ込んで最、えー、取を試みた え動画皆さんにお伝えしましまたそれからですねその日、1回目ので板ね板谷でから樹液を採取した後と、えー、くるみにもですね、えー、来る予定でしたが予定でしたが、えー、仕事の都合上板谷楓でのみになってしまいまして、えー、くるみの方ですね えーちょっと採取できなかったんですよね。ということで、それからですねまた2日が経過しましてえ機材を、機材というか、パイプを採取機をですねえこちら、くるみの方に設置してから約4日が経ちましたえーとですね1本目の動画であんまりですねちょろちょろしか出てなかったのでえーとですねちょっと4日後に来てるんですけどもさて、 状況はどんなな風になっっかちょっと見ていきます雪に埋もってて、さあ、出てるか、出て、あーでも、これもう、カチカチだね、中が、見えますかね、凍ってるんですよね、もう中の、おそらく樹液出てるんでしょうね、出てて、えー、っと、凍ったと思うんです、いやいやいや、よいしょ、えー、っと、 ああ、ちょうどいい、おおっと、まだ満パンになってない、はい、こんな感じ、えー、っとですね、だいたいペットボトルの9分目、9割程度、えー、最終できてますので、えー、今日はですね、新しいペットボトルの方を、 えちょっと突っ込んでいきたいんですけども、えっと、今、採集終わりました、えー、こちらですね、クルミの木からですね採取しましたメプロウォーター、えー、こちらですね穴を、穴が開いているですねキャップを設置していましたので、えー、今回はですねこちら、カえの穴が開いていないものをですねこちらにつけて、えー、持ち帰りたいと思います。よいしょ で蓋を閉めて、えー、バッグの中に突っ込んで、ですね、えー、持っていきたいと思うんですけど、すごいですね、カチカチの状態なんですよね、すごい。でも、ですねあのおそらく、あのー、この木あの、くるみの木はですね、あのー、常に樹液を出しているような形だと思うので、まあ、ちょっとで、あのー、少しですね気温が上がると、すぐに溶け出して、あのー、また取れるのかなというふうに思います。 えーっとですね前回の板屋楓か,から見るとですねだいぶですね出が悪いですよね、あの1本目の動画、あのまだ見てない方、ぜひ見ていただきたいんですけども、あの時の動画でちょろちょろパッパだったんですよね、やはりですねあのたまりもちょっとあの鈍かったのかなというふうには思うんですけども、あとですね、若干ですけども、なんていうんですかね、えー、っとこの状態だとちょっと分かりづらいんですけど、ここに雪の方に入れると、 若干ですけども、ちょっと黄色みがかってるような感じですね。あの、イタヤカイデだ、イタヤカからですね、採取したメープルウォーターですと、意外とですね、あの、なんていうんですかね、あの、透明だったのかなって、まあ、目の錯覚もあるんだとは思うんですけども、若干ですね、ちょっと黄色みが、この状態だと透明なんですけど、なんか黄色みがかってるのかな、なんていうふうには思います。えー、今度はですね、イタヤカイデ、イタヤカエデの方にえ、ペットボトルから10リッターのタンクをですね、 あの、設置してきたので、えー、そちらをですね、今度は回収していきたいと思います。はい、えっ、ー、と、到着しました。えっ、ー、と、目の前にあるのが板や替えで。よいしょ。いやーですね、めちゃくちゃ積もりましたね、雪また。えー、っと、山なんで尋常じゃないですね、積もり方が。はい、えっ、ー、と、前回ですね、こちら10リッターのタンクを、あの、これ、置いてきたわけですけども、今日はですね、替えなものを持ってきました。えー、もし満帆になってるといいんですけども、それでは見ていきます。 おっ,っていうかですね、中凍ってないですね。なんか嫌な予感がするんですけど、出てないんじゃないのこれ。さてさてとさてとなんか嫌な予感するないや、急っない全然ないおこれは、 これは全然ないですね困りましたえーっとどういうことだ出てないんだなあーどういうことだこれあれなんですかねパイプ実はですねちょっと今日新しいものをパイプ持ってきたんですよね いろいろ視聴者の方から、えー、とコメントなんかもいただいてたんですけども、えー、とヤマハさんでしたかね、えー、と確か、あのー、こちらのパイプですね、あのー、普通に切ったものをです、ね、私、挿してるんですよね、そうじゃなくて、えーと、斜めにカットして、受け皿の面積をですねちょっと広く取ったらいいんじゃないかっていうアドバイスはいただいたんですよね、えー、それではですねこれからパイプの方をですね新しいものに、えー、設置して、えー、ちょっとまたやってみたいと思います。えー、それで えこれからちょっと実験してみたいと思います、えー、これはですね、前回つけたものおお全然空っぽのものいやー、全然出てない、ちょっとびっくりしましたはい、それからこちら、今日もお持ちしました新しいもの、えー、2つあるので えー、新しくですね、えー、ちょっと穴の方を違う箇所に開けていきたいと思います。で、ちょっとホースの方がですね、長いので、これをですね、半分にカットしまして、これをですね、あのー、一つのタンクともう一本のタンクの方にホースをつなげて、えー、ちょっとやっていきたいと思います。はい、それでは実験です。えー、これはですね、あのー、こちらのまっすぐに、えー、カットされているものを、このように、あのー、入れた感じのものがこちらです。 えー、本日持ってきたのは、はい、こちら。えー、っとですね、断面の方が斜めにカットしたもの。おこんな感じ。えー、ちょっとカットしてみました。斜めの方、斜めにカットしたものを入れると、この受け皿がですね、あのー、広範囲になるんじゃないかという、えー、実はですね、コメントとかも、えー、ヤマハさんという方からもいただいてたんですけど、えー、これちょっと実験でやってみたいと思います。 えーっとですね、実はあの、今、今ですね、山口さんの方にちょっと行ってきたんですけども、そしたらですね、あの、お前のちょっとやりたいように、まず実験な、実験でいろいろやってみろと、いろいろ経験しなさいということで、えー、試しにですね、あの、もう一本開けてちょっと実験したらいいんじゃないかということを、あの、言われましたので、えいろいろですね、ちょっと試してやっていきたいと思います。皆さん興味ないですかね あのー、こちらの方が、こちらが出るのか、こちらが出るのか、私は、ですねあの私と山梨さんが思うには、やはり気温の差とか、ですねそういったことがいろいろ関係してくるんじゃないかというふうな、例えばあとはですね満月とか、あの月の状態、えー、あとはですね南の方に穴を開けたらいいのか、東の方に開けたらいいのかとか、だからいろんな条件がですねあの重なると思うんですよね。 いろんな条件がですね、あるんだとは思うんですよね。その、それがですね、ちょっと私また、あの、全然経験がないので、えー、もしですね、あの、メープルシロップを取ってる方、えー、全国でプロの方いらっしゃいましたら、ぜひコメント、コメントなどで、いろいろ教えていただけたら、ありがたいなというふうに思います。それではですね、こちら実験して、今から穴を開けていきます。それではですね、穴を開けていきたいと思うんですけども、 ええと、こちらよりもですね、高さの方が若干上の方にちょっと開けて実験してみたいと思います。よろしいですかそれでは、それでは穴を開けます。あーちゃーよっしゃー、うんでもこの前と違うな、やっぱり。違う。この前と違う。 全然違う。この前は湿っぽかったんですよね。今回は湿っぽくないですね。あとですね、この前は忘れたのが、この中の木を、木のカスを、きれいに取り、ああ、全然違う。この前は、出てた、あのー、もう、インパクトさした時点で、すごい、なんて言うんですかね、あのー、湿っぽかったんですよね。 えーですけども、今回は出てこない。えー、まずこれからですね、これ、これ刺して、えー、先ほどの斜めにカットしたものをこちら、刺してみてですね、えー、あとですね、あの、ちょっと刺しすぎなんじゃないかなっていうコメントもいただいてたので、えー、それも考慮しながらですね、ちょっと浅めに刺していきたいと思います。さあ、実験です。えー、右側の方がですね、前回刺したもの、えー、前回設置したものです。えー、こちら、若干上の方に、 えー、パイプの方を斜めにカットしたものを入れてみました。えー、ということで、えーまあ、10リッターなので、まあ、3日4日5日、えー、その辺ぐらいは大丈夫なのかなというふうになんか思うわけですけどもよいしょなんか遊びがない方がいいよなんていうふうにあに山田さん言ってたのでちょっとこの辺固めてですね、あのー、やっていきたいと思います。 はい、ということで、えー、今度はですね、板屋楓、目の前にあるのが板屋楓です。さてと、今回は、あるのか、ないのか、よいしょ、さて、あれあれえー、っと、たまってない、たまってないぞ、見えますかね ええと、今、一つのポリ、これがですね、ああ取れてる取れてるこれ、ああ、なるほど、雪さ、ああ、そういうこと。多分ですね、これホスが足りてなくて、あの、外れてますね。ということは、おそらくですね、天気の関係で雪が沈んで、このポリがですね、沈んだために、 ホースが取れてしまったというふうにちょっと今私解釈してるんですけど、ということで、えっ、ー、と中身はですね、だいたい3分の1、えー、10リッターの3分の1、まあ半分までギリないですね。ということで、えっ、ー、ともう一丁こちらの方見てみます。よしおっと、こっちはですね、満パンおお、溜まってます。ここに満パン溜まってますね。えー、今回はこちらの予備のタンクですね、2つ持ってきたので、えー、これと差し替えですね、えー、差し替えをしまして持ち替 持ち帰りたいいと思います、えー、それと、ですねこれ、ホースが届くように、ですねちょっと雪の方を持って、ちょっと高さの方を上げていかないと、えー、ここ数日もですね天気がいいんですよね、えー、こんな天気、あのなんていうんですかね、寒かったり、気温が上がったりするときには、ですねおそらくこのメープルウォーター、これ採、あの採取をするチャンスなのかななんていうふうに感じているわけですけども、やっぱそうですね、だいぶへこんでますね。 ということでこんな風に雪の方でですねちょっと高さを,を上げていきたいなという風に思うわけですけどもえそんなわけでえ無事にですねあのできたので。 えー、メープルシロップ作りもですねその折りの取り方とかいろいろこれから経験することたくさんあるななんていうふうに、えー、思うわけですけどももしですねあの北海道の方とか例えばあのメープルシロップを専門で取ってらっしゃる乗車さんとかですね、えー、プロの方いましたら、えーと私,にえー、と私のコメント欄でですねいろいろと教えていただけたら、えー、幸いです、えー、それではですねまたこちらの、えー、本日設置したもの、えー、こちらをですね皆さんの方に、えー、どんな状況なのかっていうふうなこともお伝えします。 しながらですねやっていきたいなというふうに思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。